タロー中です。王林進学塾の辻中です。どうも、代表の新宮です。今回も前回に引き続き、はい、吉川くんに来ていただいてます。よろしくお願いします。今日はまあ具体的に部活と、はい、まあ、勉強の両立の仕方について、まあ、聞いていきたいかなと思います。はい、分かりました。まあ、そもそもだって毎日勉強できる時間が平日が1時間半、授業の時間プラス、まあ、自分でできるのはそんなに1時間2時間ぐらいだと思います。土日もそうですね、むしろ土日の方ができなかった印象は土日の方ですね。はい、平均したら土日も含めて1日の勉強時間1時間半ないぐらい、そんぐらいだったと思います。テスト前とかは、テスト前は部活が1週間なかったので、そこでこうもう授業の分を全部一気に取り返すような形でテスト範囲を詰め込んで、そこしか本当にたっぷり時間取って頭に入れる時間がなかったので、まあ、出された課題だとかそのテスト範囲の分野だとかはできるだけしっかりやるようにはしました。日頃学校の例えば前1時間半ぐらい毎日勉強時間あるわけですよね。はい、その内訳って例えばどんな感じだったんですか？ほとんど学校の宿題して終わりだとか。まあ意識してやっていたのは英語と物理ですね。高1高2の時とかは、高1高2の時は英語はずっと続けてましたね。学校の予習復習中心に継続して単語とかやってたような思います。数学とかは家であんまりやらずに。そうですね、数学は授業中の演習時間みたいな時にできるだけ多くの問題を解いて、できるだけそこでものにしてしまおうっていう気持ちでやってました。国語とか理科とかは高1高2の時とかはあんまり意識的にやってたような記憶はないですね。理科も授業聞いてるぐらい。理科は授業聞いてるぐらいですね。ちなみに東大とか意識しよりもいつぐらいからなんですか？高校2年生の夏秋ぐらいですかね。あんま細かく覚えてないですけど、東大意識して、まあ、冬ぐらいから受験勉強始めて、はい、まあ、でも予備校行ったって言っても、はい、行ったのは理科だけ。そうですね、科目は理科だけです。そうすると、まあ、部活が引退するのは大体高3の7月の中旬ぐらい。そうですね、4月中旬ぐらい。でもそれはまだ多分ずっと変わらずに毎日1時間とか1時間半の勉強とかで、はい、ほとんど英語とか、まあ、ちょっと予備校入り始めたから理科とかもやったぐらいですよね。それぐらいだったと思います。で、まあ、引退してからは結構毎日勉強してたんですよ、きっと。そうですね、引退してからはコンスタントにずっと勉強は続いて、大体1日何時間ぐらい。最初すごい張り切って13時間とかやったんですけど、やっぱりこう持続不可能だったので、結局10時間前後に落ち着けてこう毎日やってました。まあそうですよね。そしたらまあ毎日10時間ぐらい勉強してたら結構全科目しっかり手が回るって感じです。そうですね、まあ、でも10時間の内訳としては、10時間の内訳としては数学は2時間前後、1日2時間前後、英語が2時間前後、やっぱり理科が課題だったので3時間ずつぐらい取ってたと。1日で6時間ぐらい理科やってる。そうですね、めちゃくちゃ理科やりましたね。それすごいですね、うん、それか。 ちなみに扱った問題集とか、まあ、それこそそういうの気になる人とか結構いると思うんで、はい、まあ、じゃあ1個ずつ聞いていきますか。英語は今、はい、速単、格子図、速単、格子図、鉄壁、鉄壁、ライズとかやっておきたい英語、やっておきたい英語帳とかは大体やったかな。じゃあ数学は、はい、数学はまずハイスコープが学校で使ってたんで、それをやった後に夏の間は一対一対応で数三がどうしても最後の方でおざなりだったので、うん、微積分のところと2冊ですね、数三の2冊を夏の間に一対一やって秋から優しい理系数学を、うん、進めました。で、続きとしては優しい理系数学を10月ぐらいに終えて、うん、11月からもうひたすら過去問、はい。理科は何やってました？物理は教授問題成功。あ、一応問題集やったんですね。そうですね、9月ぐらいから、うん、標準問題成功、問題数があんまり多くなかったので、うん、これなら割と時間かけずにできるかなっていうふうに思ってやりました、うん、その後はもう物理は過去問。科学はどっちかっていうとこう問題を多く解いた方で、夏生まれにセミナーの理論範囲をやっていたので、とそうですね、で夏休みのうちにその理論範囲のセミナーだけは一通り やり直しました。でただ引退してから夏休みは物理にすごく時間を割いていたので、
いろんな人の授業も受けつつ、9月からは坂本の新演習、とにかく新演習を毎日8問解こうっていう決めていて、8月に東大模試を初めて受けたんですけど、やってない範囲が多すぎて、科学が本当に5点、3点で本当一桁の点数になってました。東大模試あるあるですよね、科学は本当みんな5点で取るからね、もう全然やることなくて、それがすごい悔しくて、11月までに1回こう勝負をかけたいっていうふうになって、そこから表問を1日3問、新演習を1日8問っていうふうにこうガチガチに決めてやっていたのはすごく覚えてます。まあ、一応ちょっと国語と社会も実験できましょうか。はい、国語は僕はでも本当に学校で配られたものしかやってないんですね。あ、そんなもんですよね。過去問とかやりました？国語。過去問は15年ぐらいはやってた。あ、いや、そう。結構やってますね。偉いですね。ちなみに使ってた参考書とかの問題集は、はい、過去問と、過去問と、現在は本当にそれ、あ、キーワード読解を読んでいたか、Z 解。いいですね、キーワード読解。はい。読んでました、ね。解。で、古文漢文は学校で配られた漢文筆記。あ、漢文筆記と、あの古典文法が載ってるやつ、うん、と、まあ、あと単語は古文単語はやりました。使ったのは、最初ボロボを使ってたんですけど、うん、ちょっと理系の勉強ばっかりしてると、うん、なんかこう文系なことがしたくなるというか、わかりますわかります、っていうのがあって、なんか語源とか知りたくなっちゃったんですね。で、ってなった時にその、そうですね、語源から学ぶ系の単語帳に途中で切り替えました。なるほど。社会は、あ、社会って何でしょう。地理。地理ですね。これでわかる村瀬の地味に、うん、あれは結構量ありますよね、話聞いてると、まあ、特に受験生目線とかだとすると、おついついにどんな参考書使ったのかなとかっていう風に目が行きがちだと思うんですけど、そういうかは僕は多分大事だと思うのは、他の人と違うのは、だいたい普通の高校生とかって勉強しても結構もう垂れ流しになっちゃって、やったけど忘れていくって子は多いと思うんですけど、そうなってないところが吉川先生の特筆するポイントだと思うんですよね。なんかそういうところで勉強するに際して、はい、まあ、意識してたこととか、はい、まあ、今振り返ったらこういうところは自分ができてたなっていうところとかあります。はい、特に科学が一番あると思うんですけど、新演習を解いた後に解説は絶対に全文読むようにしていました。っていうのは解説が結構ちょっとマニアックすぎるところぐらいまで新演習って書いてあって、まあ、解けた問題でもとりあえず読んで、こう、あ、こういうところでこういう反応があるなとか覚えておくと、それこそ東大の理科科学ってそういうちょっと見られないような現象とかを考察させるような問題が多かったので、それにすごく役立ったし、役立つのも含めてやっぱり解説を読んで、とにかく読んだっていうのは良かったのかなっていうふうに思います。あとは漏らさないようにする工夫ですよね。とにかくでもその場でなんで間違えたのかとか、どうすればできたのかっていうのは追い直しましたね。間違えた問題についてはそのどこが間違えたのかもちろん見た上で、じゃあ月どうすれば間違えないのか、まあ月並みですけど、どうすれば間違えないのかまでメモって残しておくようにはしてました。結構世の中部活とかやってて、はい、なかなかこう勉強が両立できない子とかも多いと思うんですよね、はい、なんかそういう子に対するアドバイスとか何かあります？人によって状況違うと思うし難しいと思うんですけど、メリハリはやっぱり一番大事だなと思っていて、学校生活、部活動、まあ、勉強ってある中でいかにこう早くスイッチが切り替えられるかっていうのはすごく大事にしていて、自分だったらグラウンドは野球する場所で、教室はまあ勉強したりが学校生活する場所で、土曜日以降はもう勉強する場所っていうふうにはっきり決めて、家はもう絶対に勉強しないって決めてたんですね。のでこうなんかそういうふうに場所とかでメリハリをつけ、まあ、場所じゃなくてもいいと思うんですけど、自分なりにこう切り替えるスイッチみたいなのが自分だったら場所であったので、まあ、それをメリハリを聞かせてやるっていうのはすごい大事だと思います。部活終わった後に9時着なのに通うっていうのがやっぱり継続力高いなと思いましたね。やっぱり危機感だけは人一倍あったっていうのもあって、とにかく行かないと絶対にやれないので 100% 嫌になってしまうっていうのもあって、決めてたからこそそこだけは絶対に守るようにしていました。